陸へと調査に出かけたナギ。黒猫邸を任されたカラスバは店を盛り立てようと一生懸命。コート博覧会のステージに出ようという話が飛び出したのでありますが、自分は人前で歌うことはできないであります。歌、自分は歌声を届けたいという誰かがいるのでありましょうか。プリマドール第7話、無双の日々。私はげっちゃんの歌素敵だと思いますけどね。